では、今回の選挙のポイントを県政キャップの久住記者に聞きます。よよろろししししくくおお願願いいまますす改めてですが、今回の衆院選、何が問われているんでしょうか、はい、やはり裏金問題に端を発する政治への信頼回復が大きな争点となりそうです。うんはい ある陣営からは政治とカネの問題で選挙への関心が高まるのではとの声も聞かれた一方で自民党関係者からは投票率が上がれば反自民の票が増えるだろうとの見方もあり政治とカネに対する有権者の思いがどのように投票行動に反映されるかというところが選挙結果に影響を与える可能性があると思います。県内からは29人が立候補しましたが改めて各選挙区の構図を解説してもらえますか。 静岡一区です女性候補の多さが特徴の一つです前外務大臣で総裁選にも出馬して高い知名度を誇る上川さんに元職の高橋さんと新人の山下さん鈴木節子さん鈴木義弘さんの4人が挑む構図です 2>,、はい、2区の自民党候補は県連会長を務める茨城さんです立憲の鈴木さんは元藤枝市議 参政党の下げ坂さんは元島田市議という経歴です。そして注目,注目区の一つが三区です。はい、候補者は山本さん、小山さん、鎌下さん、宮沢さん、杉村さんの5人。派閥の裏金問題を暴露した宮沢さんが無所属で出馬したことで、前回までと構図が一変しています。はい 自民党の新人、山本さんとの保守分裂の構図がどのように結果に影響するのかもポイントになりそうです、うん、そして4区は県内の小選挙区ではただ一つ、与野党一騎打ちの構図となりましたね、はい、深澤さんは前回、およそ3万5千票差をつけて田中さんに勝利していますが自民党への逆風と一騎打ちの構図がどう影響するのかが注目です、うんはい、次です。 5区は八期連続当選という圧倒的強さを見せる細野さんが自民党公認候補として挑む初めての選挙となります一方の野党は立憲の富山さん共産の下山さんが出馬し反自民の受け,皿受け皿が割れる格好となりましたそして六 7なんですが今回も激戦になりそうですねそうですね5度目の対決となる自民の勝又さんと立憲の渡辺さんに割って入る形で令和の富谷さんが立候補しました裏金問題に加えて野党候補が2人出たことの影響が注目されます7区は石破内閣で初入閣した自民党の木内さんに立憲の元職日吉さんと共産党の新人吉川さんが挑む構図です そして自民党を離党した塩野屋さんが不出馬を決めた八区は裏金問題を象徴する選挙区の一つです自民党は元浜松市議の稲葉さんを擁立一方の野党は前回小選挙区を制した立憲の玄馬さんに加えて維新は寺島さん共産は平賀さんとそれぞれ候補者を立てさらに加藤さんを加えた五人の争いとなります まあ私たちも12日間の選挙戦で候補者の主張を聞いてしっかりと見極めていく必要がありますね、はい、ANN の世論調査では景気物価高対策が投票で最も重視する政策という結果が出ています、うん、候補者には政治不信の払拭に向けた誠実な姿勢と有権者の判断材料となる具体的な主張を期待したいと思いますくすみ記者に聞きました